そうやって勝手に自分だけ始めるスタイルですか、金子さんは。はい、皆さんこんにちは。急にこのテンション。スタイリストの金子彩です。そんな小さいトーンで始めるんですか、いつも。いろいろです。言わない時もあって。今日はすごい。スペシャルゲストの、スペシャルゲスト、急に。いやいや、全くスペシャルではない。めっちゃ嬉しい。私、人の YouTube に出て生活できないかなってずっと思って。人の YouTube に、どういうこと？なんか、人様の YouTube で、うん、こう見かける人みたいな。嬉しい。東原の。アキさん、アキさんにご登場。硬い。暑いよ、今日は。ね。うん。もうコートいらないんじゃん。どう？いや、でもさ、着物がさ、スタンバイしてるじゃない？足しりのやつ、ね、そうなの、ずっと着たかったのにさ。そうだね、昨日の夕方とかね。寒かったよね。寒かった。早くニットとか着たいのにな、うん、あ、どうですか、アイスミルクティー。美味しいです。あ、よかったです。私の一押し。ローソンの。ラテより。そうなのよ。アイス。なんかさ、甘いの多いじゃん、大体最初から。アイスミルクティー。アイスミルクティー。最初から甘くない。そう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 、うん、それがいいね。うん、なんかもう運転してないみたいだね。可愛いね。でもね、運転すごいね。これ横余裕がない。こうやって見ればいいのに。うん、画面画面越しで可愛さを確認してる。運転してる時ってでもなんか4時の母ですよ。いや4人ですよ。びっくりする。いやだからもう今日の朝びっくりするのは今日の朝の話よ、私の。もうびっくりした、本当1時間寝坊したからね。え、でも一番下が一番早く出る。そう、あ、うん、同じぐらい。一番下とにもうなんか同じぐらい、10分差とかそういう感じ。だけどお弁当は4つ作んなきゃいけないからさ。そうだね。いやもうほんとひっくり返って詰めなきゃ。ひっくり返ったよ、もういつも5時、5時か、うん、遅くても、でも5時15分には起きてるのに、うん、今日は6時20分に気がして寝ます。よく眠れたね。いや絶対中断点のせいよ。もう全ては中断点のせい。昨日なんかもう欲張ってね、最終回まで行っちゃうんだよね。いやでもね、1時遅っ。あ、遅いか、遅いよね、遅っ。でも見なくても12時ぐらいだから、いつも。なんで、何してんの、まず。あれ、おかしい。え、だって一番上の子が帰ってくるのが、あ、そうか、遅いのか。10時半とかだから、そう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 。で、そっから洗濯して、そっか、先に寝るわけにいかない。確かに一応なんか寝るのを見届けて、疲れさ、ご飯そっからまた作んなきゃいけない。作るっていうか、なんか温めるみたいな。3回戦よ、夜ご飯。気が遠くなるわ、ごめんなさい、うん、遅いとか言っちゃって。いや遅いよね、本当は10時とかに寝たいよ。10時、昨日。嘘。ね、なんで最近9時半だよ。なんでそんな早く寝れるの。だってもう、あの上の子も8時半には寝るし、うん、下は8時だし。でもさ、8時半に寝るってことは、うん、もうその時点でさ、夜ご飯とかももう早めにできてるってことじゃん。はい、それが偉いよね、仕事しながらさ。いやでもパパがあれしてる。いや でもね今日ね、寝坊するのをなんか予言してたのってぐらい、昨日の夜なぜかカレーライスも作ってあって。すごいね。すごくない？もう朝自分ありがとうと思った。でカレーだったらさ、もうバーって食べて出ていけるから。そんな食欲旺盛なわけ、朝からカレー食べるの。え、そうでしょ。え、朝何、ね、朝ごはんってさ、何食べてんのみんな。パンって時間かかるじゃん、噛むのに。いや、どういうこと、誰が、え、子供の胃に入るまでにってこと。そう、まあ、私もだけど。え、いや、うちはさ、もう本当は小鳥くらいしか食べないわけ、お姉ちゃんはね。へえ、で何だから、フルーツ。それほんと鳥。フルーツ、フルーツ、リンゴ、まあ、シャインマスカット、みかん、それと毎日あるの、ご飯と。ある、偉いな。ご飯とお味噌汁。
おお。ご飯、え、ご飯とお味噌汁？もう味噌汁に具をいっぱい入れてるってこと？いや、青さ。へえ。それを一生リピートしてるわけ。あ、毎日同じ朝ごはん？もうそれだって、それ毎回聞くんだけど、管理するとか。ああ。もうそれでいいんだね。いいんだ。ああ。ウインナーとか目玉焼きはなしで、いらない。あ、もうご飯と味噌汁なんだ。もうでもそれも残したりしてる。あ、そう、それだけでも、うん、でもそれも学校着いた時にお腹空いてるよ。でもお弁当もご飯はちょっと残ってたりとかするから、どうなってんのと思ってそう伸びてるんだよね。なんか買って食べてる知らぬところで、親の知らぬところで、もしかしたら学校の帰りとか。じゃあ朝からカレーだ。いや、朝からカレーだし、朝から親子丼だし、朝から牛丼だし、まあ、でもすき焼き栄養満点だからいいね。そうそうそう、あとなんかちょっとでも汁でな、あの流し込みたいみたいな、うん、だから猫バンマみたいにして食べてる。そう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 、もうお味噌汁、ああお味噌汁かけてね、うんうん、あそうそう、なんかちょっと汁吸ってる方が喉の通りがいいじゃない、うん、そうだからそういう方がいい。あとうどんとかさ、はいはい、そう朝からカレーうどんが大好きで、なんかすごいね、さすがだねちょっと待って、それ大きくなるわ。やっぱり食べてる方なのかな。いや、わかんない、わかんない、食べてる方なのかもな。なんかそれが普通だと思ってたんだけど、いや、パンにしてもピザトーストとかさ、はいはいはい、そういう感じとか。ピザトーストね、うん、コーンフレークだけとかないな。土曜日とかだったらあるけど、うん、学校行く日になんか少ないね、うん、って思うんだけど。でもよくよく考え、子供の頃そうだった。なんか遅刻してでも朝ごはんちゃんと食べなさいみたいな、うん、いやいや、そうだけどさ、食べてた、食べてたと思う。いや、私食べなさいって言われて、いや朝からそんな食べれないしって自分がそう思ってたのよ。だからあんま言っちゃいけない。ああ、なるほどね、同じタイプって思って、ね、でも下の子は全然違うからすっごい食べるから。あ、そうなんだ、うん、まあでも大きくなったらまた変わったりするもんね。まあでも食べれないのに食べなさいっていう、なんかそのアスリートになるわけじゃないんだ。そうまあ、そうそうそう、お腹が空かなきゃいいんだけど。そう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 、そうなの、そうなの。そう、授業中にさ、お腹すい、私はお腹鳴ったら嫌じゃんみたいな、うん、なんかお腹グー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 鳴るのがすごい恥ずかしかった記憶があるから、うんうん、その心配だけしてるだけで。でもよく食べる、すごい食べるってことだよね。YouTube やろうかな。いや、やってよ YouTube。 やろうかな。いや、私ね、どんなに、うん、見てもどんなに言われても絶対できないと思ってたんだけど、あや、うん、さんできるならできる。そうよ、できるか思って。私が続けられてるんだ。でもあやさんは真面目だからね、ちゃんとあのすごいいろいろあの考えてるんだけど、うん、そんなすごいさ、うん、こんなに人見知りでさ、うん、すっごいペラ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 喋るタイプじゃないのにさ、だから続いてるじゃない。無理にテンション上げなくていいですよとか言ってくれ。あ、そうなんだ。うん。まあ、なんかその素が見たいんだよね。ピコピコみたいな。カールちゃんよくわかんないけど。あ、はい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 。なんかそういうのじゃなくて大丈夫なんで。バラエティ番組を作ってるわけじゃないからね。そう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 。だからまあ、あれかしそんなにテンション、うんうん、高め。じゃなく、私なんかあやさんそれだったらびっくりする。あやさんってっそういう感じの人だみたいな。ママどうしたのとか言われそうだよ。そうよ、しいよね。あ、可愛いあきちゃんがいつでも見れるとさ、やろう、嬉しいじゃない。いや、なんか本当になんか出せるところがなさすぎて。もう子供にもさ、人権がありますし。確かに。そう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 、ね、そう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 。うちも結構大きくなっちゃったからさ。まあ、でも、もう今時の子はもう寝たがりそうだけど、ね。まあそうだよね。むしろね。そうだよね。慣れてそうだよね。子供の方はね。そうそうそう。結構さ、インスタライブとかやってんのよね、子供たち。はい。え、どういうこと？子供どうしてってこと？どういうこと？でもなんかそれを鍵垢とかでやってるから。誰向けに、あの友達向けに、一般向けにじゃないのよ。なんか友達同士のテレビ電話みたいな感じで使ってるのかな。何？へえ。そう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 。なんか私たちの
インスタライブとはまた違う、うんうん、ってこと？うちの子、うん、の世代ってこと？そうそうそう。あんまりなんかあのうちの子はそんな自分からやる、うん、でもみんなアカウントを持ってるってこと？鍵アカみたいなのあるから、そう親の知らない何かがあるのかもしれないけど、まあでもうまくもうさ付き合っていくしかないじゃん、なんかやっちゃダメだよって、うん、そうそうそう、それまでやるもんね、そう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 、自分たちもそうだったからね、そう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 、そうよ、うん、そうやってうまくね付き合ってくれればねって思いますけど、うん、今どきよね、すごい、なんか DM だけは怖いけど、確かに。じゃあ第1回目はどうしますか？もう決まっ、もう決定で、うん、決定でいいですか？うん、試合入れちゃいけないんだよね。30の質問ぐらいにしときますか。え、あやさん100やったの？100やった。すごい。でもさ、すごい長くなっちゃって、結局。そうそうそう。YouTube ってみんな長かった？あんまり見たことがなくって。でも大体10分前後。へぇー。あの、人が、今時の人が集中してみ、うん、あ、なるほどね。確かにあんまり長いとちょっと。そうそうそう。とば、なんかね。インスタライブとかもさ、そうそう。ほんと短い方がいいんだよね。うん、あ、そう。うん。飽きちゃうとか言うから、うん、そう、だいたい、そうね、10分前後。なるほどね。そう。でもそれは編集してくれるの？そう、うん。そう。でも100個答えると、結構なの。まあでも最初は別にいいっぽいけど、ね。30とか、まあ。一体この人何者なんだみたいなところから入る人からしても、そういう質問で、へえ、みたいな。いや、何者なんだっていう。いや、何者なんだんでしょう。誰も知らないよ、私。スキルとか出てないし。そんな誰も知らないと思って、私は歩いてるからね。いや、そりゃそうだけど、いやいや、お風呂上がり髪の毛びしゃびしゃのままとか普通に歩いてるから、やめて、もうもうそれを迎えてるから全然知らない、まあ、いいから髪の毛いいのよ、ね、こんなに、うん、こんなに悩んだことないかも。なんでもうな、だから私も悩んだけど、何が決意だったの、よしやろうみたいな。の誕生日だった。違う。全然違う。節目。いやいや。まあでももうこの年になって新しいことを始めることがないじゃん。そうなの。ないのよ。だからないし、うん、始めるもうさ、うん、何エネルギーもないじゃん。そう。で始める。ことがどれだけ大変かももう分かってるじゃん、うん、その先のことが分かってる、だからその一歩がなかなか、うん、踏み出せないもんね。でも多分この年になって新しいことをやることもめったにないからやってみようってなったんだと思う。なるほどね、偉いね偉いね。でもやっぱり絶対に新しいことを始めないといけないのよ、うん、いくつになっても、うん、すごいそれは思う。そうすると、そうそうそう、まあ、またいろんなね、新しい風も、そうだよね、そうだよね、やってみてね、わかること、なんか、そうそうそう、なんか私あんまり何も深く考えずにとりあえずやってみようタイプだったのに、うん、やっぱり四十になりましてですかね。なんかちょっとね、はい、いやいや、だってよ、ね、やっぱり30代の時のあの何も考えなかったもんな、なんか、うん、やってみよう楽しそうみたいな、うん、元気みたいな、うん、やる気やる気それしかなかったけど、ね、怖いものなし、うん、みたいな、うんうんうん、まあ考えすぎない方がいいわよね。まあ楽しいよ、うん、こうやって一緒にできるしね、うん、伊勢丹です。伊勢丹って取らせてくれないでしょ。伊勢丹取らせてくれないんだ。声だけみたいな。取らせてくれないなら結構もうその方がありがたい。伊勢丹ツアーいい、ね。危ないからカード置いていきます。ツアーいいね。クレジットカード置いていきます。うん、私この前一人で空き時間目つぶって自分で独り言言っちゃったもんね。未来やばい人だよそれ。ね、完全にやばい人。何も買わなかったんですか、それで目開けちゃったんでしょ。どうせうっすら開けちゃったでしょ。あ、違う、だから3階あたりでそのさっきのほらあれを取りに行って。そうそうそう、嘘、まだ開けてないから、うん、そう、誕生日がさ、うん、あるじゃない私、
え、ゾロ目なんだね。私もゾロ目よ。え、いつ77だもん。あ、そうなんだ、うん、ディカプリオ様と同じ時間の私。素晴らしい。だからいいじゃん。え、何？あ、だからそれを、そうそれを、あれでってことね。なんか、いいんじゃない？そういう時に、そうしましょう。よしって、はい、会社作る時も、なんか30、うん、誕生日やったの。うん。30歳になる時に何か始めたいと思って、うん、29歳のその最後の月に会社をえいって何も考えずに作ったんだけど、はい、うん、私本当は40歳で始めればタイミングがあったんですけど、いやいやいや、あの今回がタイミングなんだ、ね、そうよね、はい、そうね、うん、私としてじゃあもう11個の深い質問にする。あ、ね、あなるほどね、うん、一問一答じゃなくて、うん、110分ぐらいかもう誰も見ないでしょ、長えわっつって、なんかこうさっきと同じじゃない言ってることみたいな。はい、次の動画みんな行っちゃうから。なるほどね、11個ね、うん、すっごい重いの来たらどうしよう。いや、重たく答えよ。重たく答え。え、あやさんっていくつの？44。なんか40ではそんな来ないけど、45ぐらいで来るってみんな、あ、そういうこと、諸先輩方から私、そういうことか、じゃあもうそれだ、聞いておりますが、もうあとはもう多分さ、ほらまだとはいえさ、うん、なんか高齢出産したもんだからさ、まあもうなんか高齢に入るんだね。入る系に2人目でも入るんだ、関係ないんだ、うん、うん、やっぱ体、いや体だし、正直だよ、そうそう、なんかもう休むのも仕事だなって思ってた、うんうんうん、なんか 休暇を取るっていうか、うん、ちゃんと休んで、うん、ベストな状態でいるってことも、そうね、その仕事の人にも家族に対しても、うん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 、まあ要は自己管理ってことですか。そうね、そうですね。違う。でもさ、土日の方が忙しいじゃん、子供いると。そうよ、でも土日だ、休めないんだから。土日でぐったり疲れて、だからもう月曜日の朝は必ずトレーニング入れてる。でちょっと あの偉いね、偉いね、まず朝一に心と体を、うんうんうん、ほぐしてもらって。確かに月曜撮影とかは結構きついもんね。そう、ね、うん、一番しんどいもんね、わ、うん、かる。打ち合わせだけとか、なんか月曜はそういうのにしたいなって思うから、うんうん、だっていきなりもう月曜の朝にお弁当作るわけじゃない。そうよ、それだけでも頑張ってるよね、うん、で土日のなんか散らかった部屋を片付け、うん、洗濯物をだからさ、待って、うちはさ2人じゃん、うん、いやだからもうその大洗濯物もあるってことでしょ。すっごい、すっごい倍以上だね。うわ、すっごい、もうだからね、柔道着の洗濯だけでやばいね。そうなのよ、入って2着だから。双子も全員パパもやったらもう 5着あるわけ。一晩で。だけどそれを次の日に洗おうもんならもう、そうだね、ダメじゃない、汗だくだから、うん、そうなんだ。夜のうちにやっぱ洗わないとって思うと、洗濯待ってる間に中断手が始まるわけ。だから洗濯待ってる間に中断ってやめて、やめて YouTube ライブ。ああなるほどね、うん、なるほど。中断でもうね乾燥したんで、うん、そこで、あ、じゃあパックしながらとかでもいいの？いい。うーん、あのもうパックしてるあきちゃんが見れるならもういいじゃないよ。そんなありがたいことはないわよ。そっか、うん、そうね。あ、へえ、こんな綺麗な人もパックするんだとかさ。いいじゃん。でもね、乾燥やばいじゃん。だってもうトゥルッとしてるじゃん。パックパックパックよ、もう今は。韓国でもっと買ってくればよかったって。あ、韓国行こうよ、行こう、行こう、行きたい、行きたい、めっちゃいいじゃん。でも読めないじゃん、ハングル。いや、あれあれあれ、Google 翻訳、うん、で、うん、カメラあるから、メニューも全部、すごメニューも全部、もうそれだけ、もう iPhone あれば、え、めっちゃいいじゃん。言ってたよ、うん、もうだって本当に今2泊、うん、長くて2泊あれば行けるし、うん、もうあれじゃない、上の子もでも一緒に行きたいとか言うんじゃない？すっごい行きたがってる。あ、行きたがってんの、うん、じゃあますますいいじゃん。なんか100均の100ビル丸ごとダイソーみたいなとことかがあって、うん、日本と違うから買いなよみたいな。そう、
楽しい夜も。でもあれはさ一人単品で行ったってこと。そう、うん、子供いない時に行った、うんうんうん、ちょうど双子赤ちゃんが行ってて、あそう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 、今しかないみたいな、今しかない。だから韓国行ったんだけど、私ね最終日とかもホテルから出なくて、うん、休んでた。で夜もみんな、ね、眠らないでみんないろいろ行くんですよ、うん、私はね11時ぐらいにすいませんおやすみなさいって言って、うん、私夜とか大丈夫ですって、うん、もう誰にも邪魔されず飛行機とに乗ってホテルで朝までぐっすり寝れたっていうことが韓国の思い出。最高、素晴らしい。それ韓国じゃなくてええやんってやつ。でもやっぱそれが渡んないと。でも初めてかも産後。え、そうじゃない。だから15年、うん、一人でそんな人空港とか暇なのよ。もう入れちゃったのみたいな、一人だからカウントしなくてもないし。そう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 、すごい楽なんだみたいな。まあでもそれだけね手がかからなくなってきたっていうのもありますけどね、うん、え、行こうよ行こうよ。行きた。じゃあそれはまた第2弾で、はい、YouTube やっぱりもうやるしかないですね。 YouTube と、はい、第2弾と、はい、あのなんか何とかの質問もあの私が読み上げますのでお呼びくださいませ。もうこれはやるぞっていう。そうよそうよ、まあ、これをいいきっかけ、結構ラフにねこうやって撮れるから、こういう感じなんですね。そうよ、ほんとただ普通に喋ってる、うん、そう、お迎えのほら間にここで、一人喋りもある。うーん、ないよね、それあんまないよね。夫婦ではやってないの、まだ。やらないでしょ。やらないの。だって別に出さなければさ、なんかどういう声だけ、うん、いやいやいや大丈夫。え、気になるじゃん。何、気にならないよ。はい、ということで、はい、30分あっという間だね、うん、じゃあ次は第2回はまあどちらかのまた YouTube でお会いしましょう。記念すべき第1回にあやさん来てもらおうか。韓国か。え、韓国いい。第1回韓国。はい、もう行きたい。いいね、なんかちょっと楽しみになってきた。そうだよ、うん、いいじゃない。いろいろ行けるのが、うん、じゃあ第2回は、はい、どちらかの、はい、どちらかの YouTube ということで、はい、はい、チャンネル登録と、やばい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 、本当にやる方向で進んでいる。コメントよろしくお願いします、はい、じゃあねー、じゃあねー。